タパの一種プンティジタスタパス、またはタパとはスペイン料理の様々なアペタイザーである。冷製料理、または音声料理がある。タパスは小皿料理なので会話をしながら食事をするのに向いている。またタパスを立食とする習慣がある国もある。スペインではバルによって無料で出すところもあり、店によって様々なものがある。伝説によると、 タパの習慣は、カスティーリャ王国の剣王アルフォンソ10世の時代に、ワインと少量の料理を食事の間に取ることで、病気から回復したことから始まったと言われている。健康を取り戻した王は、居酒屋がワインを客に出す際、必ず軽食、または、タパスを伴うことを命じた。この命令は酒を飲むための方の抜け道となった。タパは、 蓋をするを意味する動詞、タパルに由来する。アメリカ合衆国の著名な料理本、料理の喜びによると、最初のタパスは、アンダルシアの居酒屋で客がシェリーを一口飲むたびに、グラスに蓋をするパン、または、肉の一切れであった。こうして、甘いシェリーに症状映えがたかることを防いだ。シェリーに蓋をする肉は通常、ハム、またはチョリソで いずれも塩辛く喉が乾く食品である。このため、バーテンダーとレストラン支配人は、シェリーと共に共する、様々な軽食を作り始め、飲み物の売り上げを増やそうとした。間もなく質素なつまみに過ぎなかったタパスは、シェリーと同じくらい重要な存在になった。タパスは、スペインの歴史を通じ種従の文化及び国の影響と、食材を取り入れ発展した。 古代ローマによるイベリア半島の占領はオリーブと考えをもたらした。8世紀における北アフリカのムアジン侵略はアーモンド、柑橘類、香り高い香辛料とメゼをつまみながら酒を飲む習慣を南部にもたらした。彼らの700年にわたる支配の影響は今日も特にアンダルシア州に残っている。新大陸の発見はトマト、唐辛子類、 トウモロコシ、インゲン豆やライマメ及びジャガイモをもたらした。これらは直ちに受け入れられ、スペインのフードで容易に栽培された。パパは、スペイン語で、蓋を意味する。パパの語源には、諸説ある。スペインでは、夕食は午後9時から11時の間で、夜中の12時を過ぎることもあり、仕事が終わってから夕食までの時間が長い。このため、 スペイン人は仕事を終えるとディナーの前までバルのはしごをしてタパスを食べる。他の一般的なタパスの時間帯は週末の正午頃で自宅での通常1時から3時の間の正式な昼食前の社交手段となる。バーや小さなレストランでは通常ガラスの仕切りで覆われた保温機能のあるトレーに8から12種類のタパスが用意される。タパスは 通常ニンニク、唐辛子やパプリカ、クミン、塩、胡椒、サフランと、時に、たっぷりのオリーブオイルで濃く味付けされる。通常、アンチョビ、サーディンやサバのオリーブオイル付け、しばしば赤、または、青唐辛子や、その他の調味料で味付けされたイカ等のトマトソースに、などからなるマリスコスが一皿以上ある。ほとんどの場合、タパスには、 マンサニージャダネやアルベキーナダネなど1、2種類のオリーブが含まれる。ソースベースのタパスには通常数種のパンが添えられる。マドリード、レオン、アストリアス州、ガリシア州、エストレマドゥーラ州、及びアンダルシア州の地域ではバルで種類や飲み物を注文するとタパがついてくるバルも多い。スペイン北西の都市レオンでは バリ埋梅戸として知られる地域のタパスバルで、コルトやワイン一杯に自家製の料理が供される。特に、スペイン北部のナバーラ州、バスク州、カンタブリア州、及びサラマンカ県のような行政区でのタパスの一種は、ピンチョと呼ばれる串や用紙が刺さっていることからピンチョスと呼ばれる。用紙は、軽食がパンから落ちないように軽食に刺して止めてあり、客が食べた。 料理の数を数えるためにも用いる。ピンチョの値段は1.00から1.5ユーロであり、値段の異なる料理には異なる種類の用事が使われる。飾りのついた串が陶牛で使用される、色鮮やかな槍を連想させることから、バンデリージャスという別名もある。アンダルシア州では、タパスをメディアラシオンやラシオンに増量することもできる。タパスを、 複数人で注文する際には、中皿や大皿で注文した方が経済的である。客が複数の大皿を取り分ける食事は、中東のメゼや中国の転津と類似している。イカフライのラシオンタパスのパーティーアメリカ合衆国、カナダ及びイギリスでは、高級タパスレストランとタパスバーが一般的となった。これらの店舗では、通常メインコースとして、 タパスの組み合わせが共される。伝統的なスペインのタパスとはかなり異なった料理も共される。スペインのタパスの概念、小皿料理をアルコール飲料と共に食べることはフィリピンでも古くからの伝統として根付いている。しかし、フィリピンのタパは伝統的なスペインのタパとの共通点はほとんどなく、むしろアメリカ式のビーフジャーキーに似た牛肉の塩漬けである。 フィリピンのタパはほとんどが牛肉だが、時々鹿肉やイノシシ肉で作られることもあり、油で揚げるかグリルしてから主菜として食べる。通常、朝食にシナンガグ、目玉焼きと一緒に唐辛子と酢のディップを添えて食べることが多く、この献立をタパシログと呼ぶ。フィリピンのバーやレストランでは、正式なスペイン式タパスと共にカリカリに揚げた牛肉の タパがアルコール飲料と共に供されることもある。仕上げに砂糖を加えて辛みを緩和した甘めのタパもある。牛肉の細切りを水、酢、醤油で煮て、ニンニク、カラマンシーよび砂糖で味付けしたサルシアード式のタパもある。チッケッティはベネツィアのチッケッティバールで供されるタパスに似た料理である。通常、昼食、または午後の軽食として、 昼間に食べる。ありがとうございます。